オランダ統治時代。台湾のオランダ統治時代は、オランダの東インド会社が台湾東南部を制圧した1624年から低成功の攻撃によって、オランダ東インド会社が台湾から完全撤退した1662年までの37年間を、指す。15世紀から16世紀にかけて、ヨーロッパで大航海時代を迎え、インドへの新航路開拓が進み、 ヨーロッパとアジアの距離は大幅に短縮された。台湾もこの国際情勢に組み込まれ、世界史の中に登場することとなった。17世紀初頭、一部の日本人、韓人が台湾に進出した以外、ヨーロッパの重商主義国家も台湾の政治知性に注目するようになった。当時アジアの会場は、マカオを咀嚼したポルトガル、フィリピンルソン島を拠点としたスペイン。 インドネシア、ジャワ島を拠点としたオランダがそれぞれ海上の派遣を競っていたのである。16世紀中期、ポルトガル船が台湾近海を通過した際、船員が偶然水平線に緑に覆われた島を発見した。船員は、その美しさに思わず、ディアフォルモサ、ポルトガル語で美しい島の意味と叫んだことから、台湾にフォルモサの名称が付けられ、ヨーロッパに、 台湾の存在を紹介されるようになった。台湾発見に関しての年代については、諸説あり、コッパーの1517年、大育徳の1541年前後、国立呼吸博物院の1542年、来県国の1544年、中村隆の1557年と、諸説存在した。しかし、 台湾の歴史学者総英和により1554年に六歩イコール方面により作成された地図の中に琉球諸島南方にアイフリーモザの遺産があることから1554年以前であることが判明している。ポルトガル人は台湾に最初に到達したが台湾との関係は原住民とのアヘンを介した小規模交易に止まり植民地経営までは考慮しなかった。 重症主義時代の台湾に最初に本格的な進出を行ったのはオランダであった。1622年、オランダ東インド会社はまず民の支配下にあった宝庫を占拠し、東アジアにおける貿易拠点を築いた。その後1624年には民軍と8ヶ月にわたる戦火を交えた。両国の間で和議が成立し、明は方向の要塞と砲台を発揮し、 オランダ人が台湾に移ることを認めた。このようにして台湾を占拠することとなったオランダ人は、一コン、現在の台南市阿比楽に熱乱車上を築城し、台湾統治の中心とした。オランダによる統治が開始されると、フィリピンルソン島を拠点としていたスペイン人が台湾進出を試み、1626年に台湾北部の鳥かご、 現在のキールンを占拠、車両島、現在の和平島にセントサルバドール城を築城し、ハマグリ五南、現在のギランに進出、港、現在の淡水にセントドミンゴ城を築城した。台湾南部を中心に活動していた、オランダ東インド会社は日本への進出を試みたが、北部を占拠するスペインの勢力に妨害され進捗を、見なかった。 閉塞状態の打破のために1642年、オランダは鳥カゴに艦隊を派遣しスペイン人勢力を台湾から駆逐した。このようにして、オランダの植民地となった台湾であるが、1652年、各懐をはじめを領収とする艦族系移民の大規模な反乱が発生した。反乱は間もなく鎮圧されたが、事件により1万人以上の艦族系住民が、 殺害されたとされている。オランダによる統治に対する評価としては、第一に熱乱射上を中心とした植民地国家として台湾で最初の系統的な政権が誕生したことが挙げられる。オランダ統治機構はその後の台湾統治者に対しても少なからずの影響を与えている。それ以外には、オランダ統治以前には顕著な活動を行っていなかった漢人移民であるが、 オランダ人は、福建省、関東省沿岸部から大量の漢人移住民を労働力として募集し、彼らに土地開発を進めさせることで、プランテーションの経営に乗り出そうとした。その際に、台湾原住民が、オランダ人を、多様湾、現地語で、来訪者の意と呼んだことから、台湾、台湾という名称が誕生したという説もある。オランダ統治以前にも肝心移民は存在したという。 限界もあるが、当時の肝心移民の活動地域は、方古諸島に限定されており、また人数も数千人規模であった。これは、明朝が解禁政策を実施し、移民を禁じたこと、台湾ブラック社会での生産能力が乏しく大量の肝心移民を受け入れる、社会的基盤が成立していなかった等の理由による、ものである。それ以外の影響としては、オランダ統治期間中、 現住民に対し強化政策を採用し、ローマ字による言語教育が実施され、それは信仰文書などの成果をもたらし、その影響はオランダ統治機関のみならず19世紀の台湾の社会にまで影響を与えた。また経済的にはヨーロッパよりもたらされた重症主義により、本来自給自足的な農業、漁労中心の経済活動であった台湾に、 本格的な商業を発生させたという点が挙げられよう。1661年から後期吉主げ名の旗印を掲げた帝成功の攻撃を受け、翌1662年には最後の本拠地要塞であるゼーランデア城も陥落したために進出開始から37年で台湾から駆逐され、停止政権の幕開けとなったゼーランデア城包囲戦。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。